皆さんこんこにちはは佐佐藤藤大輔ですすのラジオ第707回よろししくお願いします、はいま今回は名古屋グランパスキャスパー・ユンカー選手完全移籍加入決定ということで本日グランパス公式からリリースがありましたキャスパー・ユンカー選手が浦和レッズから期限付き移籍期間満了に伴い2024シーズンより名古屋グランパスへ完全移籍することが決定いたしましたということで ですまあね、昨年来から報道はあったんですが、公式発表がこずということで、本当にね、首を長く長く長くして待ったリリースと、待望のリリースということですね。まあ、おそらくコン・オフ、編成の大トリとなったであろう、ユンカー選手の完全遺跡、リリースされましたので、本日はこの話題について話していきたいと思います。 はいでキャスパー・ユンカー選手ですね、1994年生まれ、29歳、身長185センチ、ポジションはフォワードということですね、2023シーズンに浦和レッズより期限付き移籍で加入をしていたということですね、まあ、昨シーズン加入前も少し報道出たんですが、私はちょっとユンカー選手ほどの選手が期限付きで入ってくれるはずがないと思っていたので、公式のリリースが来たときは、本当に。 驚きましたが、まあ、昨シーズンのオフもグランパスコンオフ同様得点力不足の解消であったりあとはポジションでいうとセンターフォワードですねセンターーフォワードの選手の補強というところが課題で、まあ、ユンカー選手はまさにそこにぴったりというような選手だったということですねで加入時にはまあ稼働率不安視する声ちょっと怪我がちなんじゃないのかとか夏場出られるのかみたいな声もあったんですが結局今シーズン リーグ戦、出場可能な試合は全試合出場ということですねリーグ戦33試合に出場をしてくれ16得点ということで文句なしの稼働率、得点力というものを示してくれたというところですね、まあ、なので来季以降もいてくれないと困るという選手でまあ完全移籍が決まったと。 ということですねでまあ今シーズンユンカー選手1シーズン見てもまさにストライカーといった選手かなというのが私の印象ですまあ、抜け出してからのゴールもそうですしクロスに合わせたりまああとはゴール前での落ち着きしっかり決め切る本当に得点力の高さというものを見せつけてくれたかなというふうに思いますで2023シーズングランパスユンカー選手に続くスコアラーがいないと いうところが本当に大きな問題だったんですが、新シーズンに向けて、そもそもそのユンカー選手が抜けてしまっては本当にどうにもならない、得点力不足の解消なの夢のまた夢という状況になってしまっていたので、本当にユンカー選手の完全移籍というのは必須の状況だったというふうに思います。 でまあ、先ほど言った通り、ユンカー選手、タイプ的にストライカーっていうようなタイプなのかなということで、ポストプレーヤーということではないのかなと、まあ、センターフォワードの補強ということで加入をしてくれたんですけれども、まあ、ポストプレーも全然こなせるというふうには思いますし、こなしてくれていました、足元の技術ありますからね。ただ何点 フィジカルで相手とバチバチやり合ってというのを好むタイプではないのかなというふうに思いますしどちらかというとポストプレーを得意とする選手と組んでであのー、ポストプレーを受けてゴールを決めきるというような役割の方がユンカー選手の決定力っていうものがより生きるのかなというようなことを感じていました。 なので、まあ、そう考えたときに新加入の山岸選手とのコンビというのは非常に期待できるのかなというふうに思っております。まあ、山岸選手、やっぱりポストプレーかなり得意としているというふうに思いますので山岸選手とのコンビでユンカー選手が得点を決めるというところも見られるのではないのかなと、まあ、複数見られるのではないのかなと。 と思いますで当然山岸選手もねポストプレーだけではなくてね自身も2桁ゴール取る取れるだけの得点力ある選手なのでまあユンカー選手との相乗効果でねあの2人でどんどんまあ2人だけではなくですけれどもねあのー、得点数を重ねていってほしいなというふうに思いますでまあ本当にねユンカー選手に関しては何度も何度もあのー、編成の時にね結局はユンカー選手が 決ままっててくれななないいいとどうにもならら、んみたた話をしていましたから本当にユンカー選手の完全移籍というものはコン・オフ最重要案件だったというふうに思いますので、まあ、無事完全移籍が決まって本当に良かったというふうに思っております改めてユンカー選手ようこそグランパスへ来季以降もですね、大いにグランパスで得点を取ってほしいなというふうに思います。 はい、でここで編成を確認しておきたいんですが、ユンカー選手加入の発表に先立って、ここまで、ね、契約更新が発表されていなかった選手6名の契約更新も発表をされたということですね、でユンカー選手の加入が改めて無事に決まって、契約枠23名ということですね、で夏の移籍期間も考えると、やはり23、まあ、枠2つぐらい空けておくのが、 普通ななのかとというところもありますし、まあ発表の順番なんかを考えてもユンカー選手大取りなのかなという感じはしていますしこれでコンオフ編成確定なのかなと思いますまあそうやってね少し冷静に考えてみるとユンカー選手の完全移籍というのはもう少し前から決まっていてただただ発表のタイミングがこのタイミングになったのかなという気はしておりますがまあこればっかりはね クラブに踊らされる我々という感じはしてますが、まあ嬉しい話なのでいくらでも踊りますという感じではありますけれどもねでまあ、唯一、動きがあるとすると成瀬、まあ、選手ですね。ナルセ選手は あの期限付き移籍期間満了というリリースは出ているんですがその時ににルス選手のコメントが出ているわけでもなくということですし来季プレーしますみたいなあのコメントは少なくとも出ていないので、まあ、ちょっとここがどうなるのかなというところではあるんですけれども、まあ、ほぼほぼ確定なのかなという気はしております。 で、改めてコンオフの出入りを見てみますと新加入選手9名、これはユンカー選手、内田選手を除いての数字です。新たにグランパスに来てくれる選手が9名そしてグランパスを離れる選手が7名ということでコン、まあ、オフいつにも増して出入りが多かったのかなというふうに思います。まあ、そのののの中でもやはりディフェンス陣の入れ替えの多さというのが目を 聞きますし、まあここは本当にねまあ不安と言いますかね来季に向けて気になるところではあるかなというふうに思います。でまあ、丸山選手の対談に関してはクラブの考えだというふうには思いますが中谷選手、藤井選手さらに森下選手ですねこういった、まあ、主力と考えていた選手の移籍が、まあ、同じタイミングになってしまったっていうのがクラブとしてはコン・非常に。 難しかかったとところかなと思います、まあ、各選手の事情を考えると、まあ、特に藤井選手森下選手の海外移籍なんかはそうですし個々の移籍自体はやむをえないというところは多分にあったと思いますけれども、まあ、それが 同じタイミングに重なってしまったっていうのはクラブとしては不運としか言いようがないのかなというところはありますが、まあ、そんな中、ね、なんとかセンターバック3名補強しあとはね、あの左のウィングバック候補の選手も山中選手、小野選手と獲得しというところで、まあ、しっかりと、ね、補強はできたのかなとあとはね、中盤、前線に関してもそうですね、しっかりと、あのー、足りないものを補う。 目的での補強というのはできたのかなといいう,うに思まますで、まあ、ね今回の編成をもとにした新シーズンのメンバー予想みたいなものはまた別の機会かなというふうには思っておりますが、まあ、最後にねしっかりユンカー選手加入が決まったことで来季 戦える編成になったのではなないのかなと思っております。で、まあね最後の発表をユンカー選手にすることでもうみんな一気にねお祭り騒ぎみたいな感じになってまあ終わり良ければ全てよしみたいなことではないですがまあクラブとしてもあえてねユンカー選手の発表を一番最後にしてまあ こういう感じでと言いますかねなんか評価もねもうわーっとよくやったぞみたいな感じでね、あのー、そういう編成にしたいというような意図は、まあ、どうしても見え隠れはするんですが、まあ、それにしてもね、あのー、各選手しっかりと意図のつか伝わる 選手補強ができたのではないのかなというふうに思っております。でまあ、あとはね、このメンバーでしっかりとキャンプをこなしてということだとは思いますが、ちょっと今、さらっと言いましたが、ここは本当に非常に大事なところなのかなというふうに思います。特にコンオフ、新加入選手が多いので、各選手、怪我であったり、コンディション不良なく、 キャンプの離脱なく本当にしっかりとね準備してほしいなというふうに思いますやっぱりここでどれだけ仕上げられるのかというところが あのシーズン最後までを引いてしまうというふうに思います。やっぱこれだけ選手が入れ替わるとね、まあ、特にディフェンスラインなんかは一から作り直すような状況だというふうに思いますので、まあ、外から見て考えているよりもチーム作り簡単ではないのかなといい選手揃えれば単純にいいサッカーできるっていうほど簡単なものではないっていうところだと思いますので、まあ、なのでねここからは まあ監督をはじめとするコーチ陣、まあ、あとは選手個々陣もそうですけれども、本当に現場の、ね、手腕なんかが問われるところなのかなというふうには思います。新シーズンね、いいスタートが切れるように、いい準備をしてほしいなというふうに思います。で、まあ、こうやって、ね、編成が決まってくると、まあ、なんとなく、ね、おぼろげながら、こういうメンバーでいくのかなみたいなことは、ね、見えてきますし、まあ、いよいよシーズン近づいてきているなという気もしてくるというところですね。 新たなエンブレムを胸に戦う2024シーズンということになりますからね、このメンバーでね、なんとかいいシーズンにしてほしいなというふうに思います。はい、そんなところで、佐藤のラジオ第707回、今回はこの辺りで失礼したいと思いままます最後まででごご視聴いいいたたただきありがとうございまししそれでは失礼いたします。